ヤフオク出品第12弾倉庫整理品。今回ね、これの5点でいきます。まずね、車庫帳のまあいろいろ部品ですね。これね、フォレスターの、まあ、パーツだと思うんですがね、ちょっとね、後ろのね、このキャスターかキャンバーがねついてるのでね、こいつをちょっとねずらしてまっすぐにねなるように、でこいつもアッパーでね戻してこうまっすぐになるように加工してね、残骸です。なかなかね部品取りでね使ってください。加工したやつはねもうこいつついてるんで、最終ねこいつばらした時にセットでね売ります。とりあえずね、これはだからフロント用のやつですね、残骸。どうするんやろ。こんな感じですね。これはね、もうジャンク品でね、思っといてください。こいつがね、フォレスターのね、純正のね、ラジエーターだと思います。オートマ車ね。見た感じね、割れてるとことかはね、ないです。これもね、穴ね、開いてないと思います。でね、アルミのラジエーターね、これ高揚性のね、2層のね、ラジエーターです。これね、ひょっとしたらね、加工してるかもわからないですね。ここはセンサーをつけるようにしてるのかな。ちょっと中途半端でね、最後まで閉まってなかったんですが、ネジ間はね大丈夫です。この辺ね、ちょっとね、もともとなのか溶接したのかね、ちょっとわからないですがね、加工跡あります。ちょっとね、こう吹いてるとこありますね。よいしょ、この辺ちょっとね、こう吹いてます。これも加工してんのかな。ちょっとね、ホースのね位置ね、加工してるかもわからないですね。加工してないかもわからないのでね、ちょっと画像でね判断してください。ちょっとね、この辺こう吹いて
るのでね、この辺もね動画でね判断してください。まあ、形状ね、こんな感じです。で次はね触媒ですね、フロントパイプキャタライザー。これねもともとねゼロスポーツのねキャタライザーをパイプ切ってねサードのねパイプにね変えてます。なんかね、サードのパイプの方が太かったっていうことでね変えたみたいですが、74杯、まあこんな感じになってます。でこいつがねついてます。なのでね長さはねちょっとね長くなってるはずです。その辺はねちょっとねパイプ切ったりずらしたりねしてね取り付けしてください。で、こいつね、ちょっとね、一緒に売ろうと思ったんですが、別でね、売ります。ガスケットはね、変えてください。こいつね、こいつはついてないんですが、それ以外ですね、このワイヤー、こいつの調整のワイヤーですね。まだね、これ未開封ですね。なのでね、このベアリングのね、玉みたいなやつね、多分ね、大丈夫だと思います。で、ステッド、取り付けネジですね。これ未使用です。あれやね、ECV。ECV です。ちょっとね触媒の中ね見ます。まあ綺麗状態ですね。こんな感じです。中身はねこっち側から見てるんですが大丈夫ですね。で今ねここ測ったらね76ぐらい、75ぐらいかな、ここで74ぐらいかな、そんな感じです。今回ねこの5点でいきます。これはねもうジャンク扱いで、ラジエーターはね両方ともね漏れはね確認できてないのでね、まあその辺ね理解してね購入検討してください。よいしょ。こいつはね加工してます。で巻いてるのでね中の状況わからない。こいつはね未使用なのでね、こいつはねいけると思います。他にもね、いろいろ動画出してますので見てください。
チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。